マス36はベルティエ小銃やルベルエム1886小銃の後継小銃として1932年に試作されたマス32を改良し完成した小銃である。1936年にフランス軍に正式採用され、その製造はマスで行われた。マス36は 当時の一般不評用小銃としては、イタリアのカルカの M1938 などと並んで、最も全長が短い部類に属する銃であり、木製銃賞がマガジンの存在する部分で前後にに分割されている。弾薬は、軽機関銃と小銃の弾薬共通化のために先に採用されていた f m、MM、m 九百1 9 2 4 2 9 軽機関銃と同じリムレスの 7.5X54mm 弾を使用する。これはそれまで使用されてきた時代遅れのリムドの 8X50mMR レベル弾を更新することが主目的であった。ボルト閉鎖機構はロッキングラグをボルトフェース側ではなくボルト本体の後方に配置するリーメトフォード小銃やその改良型のリーエンフィールド小銃と同様の 方式を採用している。薬室側にラグの交互部を切るモーゼル系と比較して、薬室内にボルトが入り込む設計ではないためボルトの移動距離も短く、より速射性がある構造となっている。マス36のもう一つの特徴は銃剣にあり、一般的な銃剣が剣型をしているのに対して、この銃の銃剣は一つ専用のスパイク型であり、 重心下部の筒に収納されている。使用するときは止め金を押しながら、銃剣を収納塔から引き抜き、切っ先を前方へ向けてから、再び収納塔へ装着する。銃口付近の右側面には左重用のスタッキングロッドが設けられている。また、この銃には安全装置がないので、携帯時には薬室に弾丸を装填しない状態で、携行する必要がある。マス36は、 前任のベルティエ小銃やルベルエム百八十六小銃を更新するために設計されたものの、前任の銃と弾薬の互換性がないことや、フランス軍自体の規模が大きく多数の植民地軍を維持していたため、九百四十年五月に始まったナチスドイツのフランス侵攻までに小銃を更新できたのは、本国の前線不評部隊のみに止まり、その他の陛下の兵や予備役、 植民地兵はまだ旧式のベルティエ小銃やルベル小銃を使用しているという問題を抱えていた。第二次世界大戦後は、フランス軍と植民地軍の持つ、本銃が、インドシナ戦争やアルジェリア戦争におけるタイゲリラ戦、そして、第二次中東戦争に、新型のマス49半自動小銃や、マット49短期間銃、AA-52 汎用機関銃などとともに、 投入された。特に第二次中東戦争においては、第二植民地落下三連隊の狙撃手が、防衛省巡機を装備したマス三十六を使用して、エジプト軍狙撃手の排除任務に従事した。マス三十六小銃は、九百六十年代初め頃には、不評用ライフルとしての役目を、セミオート式のマス四十九に譲って退役したが、道銃の機関部を利用して製造した。 FRF-1 狙撃銃が開発、採用された。現在でも FRF-1 を 7.62X51mm、ナトー弾仕様に回収した FR 2が現役のフランス軍用狙撃銃として使用されている。FRF-1 は高精度に製造されたマス36の機関部にフリーフロートの肉圧重心、ピストルグリップタイプの重傷、防炎症準器、 脱着式実発箱型弾装を装備した狙撃銃 7.5X54mm 弾を使用1967年正式化フランス軍用は 7.5mm54 使用であるが輸出用には 7.62mm51 使用が製造された1984年から後継の FR 会議が製造されたが一部に 使用弾薬が変更されただけの f r c 1も存在する。現用のフランス軍阻撃基には FR-F1 の改良型である f r c 2が使われている。これは FR-F1 を 7.62X51mm、ナト t o 弾仕様に回収するとともに、重心と二脚に改良を加えたものである。フリーフローティング重心を延長の上、 ポリマー製のサーマルジャケットで大半を覆っている。サーマルジャケット追加の目的は、太陽による熱での重心の歪み防止による精度維持と焼けた重心から生じる影炉を抑え、照準の際に視界が遮られるのを防止するためである。本銃は外国への売り込みは成功しなかったが、フランス陸軍や海兵隊、義軍ギンなどで採用され、現在も使用されている。 フランス陸軍が投入された1996年のコソボ紛争では、紫外線にて本銃を装備したフランス軍スナイパーが活躍し、その他アフガニスタンの戦場でも使用されている。バイオハザードビレッジ FR 会議が会議ライフルの名称で登場。ドミトレスク城の屋上で入手することができる。通常プレイで入手できる唯一のスナイパーライフル銃である。 ありがとうございます。